ベルベジンの藤原です。本日もオンラインストアにアップされる商品をご紹介いたします。ご購入はオンラインストアのみになっています。ご了承ください。お問い合わせの方は、ベルベジンウェブストアの方に、お願いします。これからご紹介する商品は、7月の17日、夜の21時にアップされる商品になります。よろしくお願いします。あと詳しくは、下の概要欄の方に貼ってますので、そちらの方、チェックしてみてください。それでは、T シャツから、はい、もう安定の、黒のポケティなんですが、はい、フルーツオブザルームですね。こちらラージ、はい、ボディもまあ、綺麗です。ちょっとラージね、自分細いんですが、はい、黒のポケティ、もうこれは鉄板にね使えます。まあデニムにも相性いいですし、はい、1枚持っとくとね使えます。こちら5800円に消費税ですね。 5% です。はい、同じくちょっとねこちらタグが消えてますが、こちらも同じくで、サイズがねこれデカめです。多分 XXL ぐらいあると思いますね。逆にこの大きいサイズのね、はい、ポケティ少ないと思います。はい、結構ダボっと切れます。はい、まあ、黒ボディで多分 XXL あると思いますね。大きめのポケティです。はい、黒、こちらも5800円に消費税ですね。 5% です。はい、続いて結構インパクトありますね。こちらポロカントリー、サイズがラージですね。はい、まあこの辺のポロカントリーのサイズがちょっと大きめです。ラージでもね結構 XL ぐらいあります。はい、まあ後ろはね無地で、はい、まあプリント、はい、スポーツマン、まあこう釣りをしてるんでしょうかね。はい、まあプリントいいと、非常にいいと思います。こちら7800円に消費税ですね。続いて、はい、スヌーピーです。こちらアーテックスサイズ M ですね。50-50です。はい、まああのちょっとこの辺ね、あの赤が少し色出ちゃってますが、白ボディで、はい、可愛いプリントです。はい、 M サイズちょっとね自分は小さいんですが、はい、バックは無地です。まあ、女性なんかがね着ても可愛いと思います。はい、こちら5800円に消費税ですね。 5% です。はい、続いて、まあ、インパクトティーという形で、はい、こちら、ヘインズのエクストララージです。はい、まああの XL ちょっとゆったりします。黒ボディ、はい、こちらもうプリントがね一番シンプルで、はい、後ろも無地ですね。はい、まあもうあの本当にシンプルに面白いプリントという形です。はい、こちら5800円に消費税ですね。 5% です。はい、続いて、はい、映画 T に引きます。こちら、ボディラージです。はい、100% コットン黒ボディのバットマンですね。はい、サイズ僕はちょうどいいサイズです。はい、ラージボディ黒ですね。まああのバットマンマークだけじゃなくて、これはね思いっきりバットマンがドンと、はい、プリントされてます。まあ結構インパクトあっていいんじゃないかと。こちら7800円に消費税ですね。はい、続いてこちらボディラージです。黒ボディで、こちらも映画ですね、ザ・プレイヤー、はい、93年かな。はい、もうシンプルにね胸ワンポイントです。はい、のロンティー、後ろもね無地です。映画系のねこういった T シャツでロンティーってね結構数少ないみたいですね。はい、こちら珍しいですね。はい、ザ・プレイヤーで9800円に消費です。 9% ですね。はい、こちら BVD ボディの M サイズです。はい、白ボディの染み込み、まあ、あのジョージ・ワシントンですね、はい、のプリントです。まあ、ちょっとこうバイトとか書いてるんで、 M ボディちょっとちっちゃめです。はい、白で、まあ、染み込みのプリント、まあいいですね、プリントも。こちら6800円に消費です。 6% です。はい、こちらもヘインズの XL ボディです。 100% コットン染み込みで、こちらねジャズフェスティバルか何かの、はい、プリントですね。ちょっとこうプリント可愛いですね。はい、92円。
サイズちょっとゆったりします。白ボディ、綺麗ですね。はい、インパクト T シャツ、こちら7800円に勝利です。 7% ですね。はい、続いて、こちらね、アメリカドラムの24、有名でしたねこれも。はい、サイズがこちら下にあって、エクストララージですね。ちょっとゆったりします。はい、後ろにもね結構プリントかっこいいですね。はい、こちらで7800円に勝利ですね。24、続いて、はい、こちらも映画ですね、フォレストガンプ。はい、ちょっと赤ボディでね、あのちょっとここのプリントの部分にダメージがあります。あとボディがねタグがちょっと切れてますが、多分サイズねラージぐらいですね。はい、ババガンプシュリンプってあのねエビの、ただね全体的に色合わせてて雰囲気はいいと思います。はい、まあプリントも可愛いですねこちら。はい、フォレストガンプティー、こちらで7800円に勝利です。 7% ですね。はい、続いてこちらね、あのジャズ歌手の、ビリーホリデー。まあ、これねいいですね、このでかいプリント、エフレスオブザルームの XL ボディです。はい、まあすごいインパクトありますね。はい、ビリーホリデー、後ろはね無地です。はい、ジャズシンガーの T シャツ、こちら12800円に勝利ですね。12%。はい、こちらね、はい、うち定番のデッドストック T シャツ、はい、フレスオブザルームのラージです今回。はい、ズー、まあ、ハリウッドと、まあ、動物ですね。はい、ラージ、自分がちょうどいいサイズです。黒ボディ、デッドストックになります。こちら6800円に勝利ですね。はい、こちら覗き猫、はい、まあ、ネズミちゃんもいます。こちら今回は XL ですね、フルソブゼルの。はい、こちらもデッドストックになります。黒ボディ、はい、こちらも6800円に勝利ですね。続いて、はい、4つ目のフーズドランク、はい、こちらがラージボディですのデッドストックですね。はい、僕も L サイズでいつも着てます。はい、ちょっと仕様はやってますけどね、すいません、デッドストックです。はい、こちらも12800円に勝利ですね。はい、続いてちょっとねヴィンテージ古いねパジャマです。はい、こちらサイズがね、どうでしょう、ラージぐらいですかね。はい、自分が着てちょうどいいサイズですね。はい、こういったねあのヴィンテージオールドのねパジャマもね、はい、こういったストライプ後ろにこの V が入ると、これパジャマってよく言いますね。このこういう大きいボタンを使ってます。はい、ワンポケットで、でもまあ普通にねシャツとして羽織っても、はい、おしゃれだと。こちらで6800円に消費税ですね。はい、続いて寝るシャツです。はい、こちらサイズの16ハーフ。はい、まあ、こちらね綺麗な赤のチェックです。多分サイズ的に言うとね、エクストララージと、まあ、ラージの間ぐらいですかね。はい、状態非常にいいです。あとまあチェックもね綺麗なチェックで、はい、まあ、今日僕もねあの赤のスニーカーとか合わせてますよ。こんな感じで合わせても綺麗じゃないでしょうか。はい、こちら寝るシャツ6800円に勝利ですね。 6% です。はい、続いても、はい、ファイブラザーですね。はい、こちらも XL になります。はい、これもね綺麗な色ですね。はい、青白黒、結構こう色目綺麗ですね。まあ、まだ今日僕色目合ってますけど、デニムと、はい、スニーカーも、ちょっと XL ゆったりします。はい、ただ状態これも非常にいいです。ファイブラザーの寝るシャツ、こちらで6800円に消費税です。 6% です。はい、続いてナイキのジャージです。はい、ナインティーズのラージになります。黒とグリーンの、まあ、ツートンですね。はい、ラージ自分でちょうどいいサイズです。はい、ナイキもねあのいつも紹介させていただくんですが、結構すぐに売れてます。この黒ボディ、まあいいですね。はい、こちら6800円に消費税ですね。
はい、続いて、デニムのスイングトップ LL ビーンですね。これは、はい、まあラルフローレンとかとねちょっと似てますが、サイズがですね38ぐらいでしょうか、はい、自分が多分ジャストサイズですね、はい。まあ、デニムのもう思いっきりこう、まあ、ナインティーズのね生地感ですが、スイングトップ、はい、こちら7800円に消費税です。 7% です。はい、続いてパンツです。はい、定番ベーカーパンツ、はい、アーミーベーカーですね。こちらサイズが32-31、はい、状態非常にいいです。メンズサイズで、はい、こちらサイズ表記3431、はい、まあ、実寸がですね3231、縮んでますね、はい、状態非常にいいです、はい、もう定番ですねこちらも、うん、はい、こちらで7800円に消費税です。 7% です。続いて、デニムです。こちらメイドイン USA 製の505です。サイズが3130表記、はい、まあ、全体的にね色は落ちてます、はい、まあ、夏にね履くのにちょうどいいんじゃないでしょうか。まあこのサイズ感ねちょっと女の子は少しゆったら履いても可愛いと思います、はい、ちょっとひげもね出てていい感じの色落ちですね。505、実寸でね3030です、はい、こちら7800円に消費税です。 7% ですね。はい、続いてこちら501の、メイドイン USA ですね、はい、パッチサイズ3432です。3432、はい、これも、ね、一切ダメージないですね、はい、全体的に綺麗に落ちてます、はい、まあ、このぐらいの色はね合わせやすいと思います、はい、USA 製の、501、はい、こちらも7800円に消費です。 7% ですね。はい、続いてこちらも501の USA 製ですね、はい、これも状態いいですね。これうっすらひげも出てます、はい、特にダメージもないですね。パッチ表記3333、はい、で、下がですね多分当時上げたの裾上げしたのかと思います。実寸が、はい、3330です。はい、だから僕ねちょうどいいサイズですね。はい、当たりも綺麗に出てます、はい、まあ、全然ガンガンまだまだ履けますね。状態です。こちら USS の501 3230で9800円に消費税です。 9% ですね。はい、続いて、はい、こちらバッキバキの USA 製です。501、はい、パッチサイズが3233です。はい、もうね、おそらくワンウォッシュから言っても2ウォッシュですね。はい、マッコンです。まあ、あのサイドねもちろん耳はついてないんですが、あの当たり綺麗に開いてます。これねぜひねのり付けをして、はい、ガンガン履いてもらえば多分相当いい色になります。この USA 製のもうねほんとマッコンです。はい、こちら USA 製の3233、実寸も、はい、実寸も同じです、3132、はい、ちょっと縮んでるかな。こちらで、19,800円に消費ですね。19% USA 製の501ですね。バキバキです。はい、続いて、たまにはねキッズも、はい、ご紹介しようかなと、こちらねラングラーです。はい、これサイズがいくつかってちょっと難しいんですが、おそらくですね、まあ、自分の子供と合わせてもだいたいね、5歳ぐらいの子がいけるサイズだと思います。はい、こちらラングラーのキッズなんですが、はい、こちらラングラー好きの方ぜひ、いわゆる内巻きです。サイズ6って書いてます、まあ、なので6歳用なんですが、まあ、ちょっと縮みも出てますので、はい、だいたい5歳ぐらいの子がちょうどいいと思います。はい、内巻き、そして後ろも、はい、レザーパッチ付きです。レザーパッチついて、こちらねステッチは W なんですけれども、はい、まあメンズだったらね大変なことになりますね。はい、ちょっとね膝ダメージあったりします。はい、でもね色の雰囲気も抜群ですね。はい、
まあ3歳から5歳ぐらいの子にちょっと履かせても可愛いんじゃないでしょうか。あとはまあラングラーね、好きな方コレクションにしてもらっても、はい、飾ってもらっても可愛いと思います。こちらラングラーの内巻きです。はい、こちらで29,800円に勝利です。29%ですね。はい、うん、はい、続いてちょっと大きめです。501のびっくりです。はい、こちらパッチがねあります。パッチ大きいで40-31。はい、びっくりですね。こちらもう色落ちはね綺麗に出てます。少しでここの辺ダメージあるんですが、またちょっとリペア入ってます。はい、少し硬くはなってますが、まあ履いてもらえば全然ね問題ないかと思います。色落ちも綺麗ですね。はい、実寸が3829。はい、ちょっとね僕はでかいんですが、この辺のサイズの方で、ね、逆にお手頃だと思います。501ビッグイ、はい、まあ、いわゆる66ビッグイですね。トップ裏ボタン6です。はい、66のビッグイ、はい、こちらで35,800円に勝利。35%ですね。はい、はい、続いてリーのオーバーオールです。はい、こちら白もジェルとデニム、はい、R も入ってない、いわゆるハウスマークから次のタイプですね。はい、50年代ボタンはもちろんロングエルボタン使ってます。はい、こちらねサイズがちょっと大きめです。44あります。はい、ちょっと自分言ったりするんですが、ちょっとねレングスを実はカットされてます。逆にねなんかこの感じで下切りっぱなしで履いてもかっこいいかなと。ただね色落ちがもうすっごい綺麗に縦落ち履いてます。やっぱこの辺のね50年代までのねデニムは結構綺麗に縦落ち入るので、はい、D のジェルトデニム、はい、オーバーオールです。50年代ですね。はい、4428レングスちょっと短いかもしれませんが、まあ僕は落としてもねちょうどいけると思います。短く履くオーバーオールもね可愛いかと思うので、こちら19,800円に勝利です。19%ですね。はい、続いてちょっとスニーカーいきます。はい、こちら、まあ、コンバースですね。はい、オールスターの、はい、いわゆる 80s ですね。ステッチ入ってます。マルチ、はい、まあ定番です。緑、赤、パープルですね。はい、この辺のねパープルなんかも配色すごくいいですね。ユーズドのサイズが11になります。かかともね少し減ってますが、まあ、まだまだ、はい、全然いける程度だと思います。はい、あと少しねここが少しダメージが来ちゃってるんですが、まだそんなにね硬くなってないので全然履けると思います。まあ雰囲気非常にいいと思います。はい、こちらオールスターのマルチ、はい、ハイカットですね。ハイカットで11、こちらで19,800円に勝利です。19%。はい、続いてまあこっちから先ですね。はい、こちらも定番ですね。オールスターのバットマン、はい、これユーズドですけど非常に程度いいです。はい、ハイカットでこちらサイズが9ですね。いいサイズですね。27センチ。はい、まあ、デッドではないんですがかなり状態いいです。バットマンこちらも、はい、さっき T シャツも紹介させていただきましたがね、この定番のオールスター、はい、こちらも80年代ですね。サイズ9で29,800円に勝利です。29%ですね。はい、続いてこちらジョーカーですね。はい、バットマンの敵といえばジョーカー、はい、こちらサイズが9ハーフになります。はい、これもいいサイズですね。9ハーフ。コンバースのやっぱりね9ハーフ10、まあ、11までって一番いいサイズですね。こちらかかと、まあジョーカーまだしっかり読めます。こちらもユーズドですが、はい、状態いいですね。はい、こちらジョーカーがサイズ9ハーフで25,800円に勝利です。25%ですね。はい、ヴィンテージ類いきます。はい、こちらリーバイスのショートホーン、はい、ただねレディース合わせです。はい、まあ、ここのねここにもプリーツが入っててちょっとキュッと細くなってます。はい、後ろもここちょっとキュッと細くなってます。まあ女性軽めに早幅の羽織るのにウエスタンシャツです。はい、50年代のショートホーン、まあ、丈もねわざとこういう切りっぱになってます。ちょっと短めでね女性が着ても非常に可愛いと思います。こちら50年代のショートホーム7800円に勝利です。 7% ですね。
はい、続いてこちらリーバイスのサドルマンですね。白のウエスタンシャツです。はい、若干ねあの襟元とか汚れがねあるんですが、サイズがねこれまた14ハーフぐらい、結構小さめです。はい、でトップボタンね、はスナップじゃなくてボタンタイプなので60年代ですね。はい、ショートホーンの、まあ、次に来るタイプ。そして後ろがねチェーンステッチ入ってます。黒のチェーンステッチ、はい、かっこいいですね。ちょっとねサイズ僕にはね小さいんですが、はい、14ハーフぐらいですね。ちょっとねブリーチかけてしまうと後ろのねチェーンステッチがねちょっとあのこちらも色が抜けてしまったりするので、うまくちょっと襟元だけとかね漂白剤やってもらえれば綺麗にはなると思います。はい、ちょっとうちはねこの雰囲気のままで売ってるので、はい、こちらサドルマンの白のウエスタンシャツで19,800円に勝利ですね。19%ですね。はい、はい、続いてリバースウィーブです。サイズラージ、はい、こちら、プリントが染み込みですね。はい、ナーバルの染み込みで、まあ、ラージなんでねちょうど僕はちょうどいいサイズです。はい、このパーカーも最近ねあまり見なくなってきましたね。はい、グレーボディ、ちょっとポケットのところにね当時の人のネームなのか、はい、落書きペンの跡があります。ちょっと襟元若干ねボロっときてますが、はい、その分お値段でこちらで25,800円に勝利です。25%ですね。はい、続いてヴィンテージのスウェットですが、2フェイスのパーカーです。裏地がグレーネイビーのフードパーカーですね。はい、サイズねラージぐらいだと思います。はい、自分がねちょっとジャストサイズですね。はい、ボディの状態は非常にいいです。これね結構着込んでいくとねちょうど色あせててかっこよくなりますね。はい、こちらヴィンテージの2フェイスのパーカー、ネイビーです。29,800円に勝利です。29%ですね。はい、続いてこちらマッコンですね。70505、はい、サイズが38です。はい、38はねちょっと僕はね小さいんですが、はい、まあ濃いですね。状態いいです。非常にダメージ一切なくて、はい、もちろんビッグイです。まだね若干こうノリが残ってる感じがあります。はい、70505ビッグイ、こちらで29,800円に勝利です。29%。はい、そしてこちらもう一発濃いですね。サイズ40、はい、こう BMW のワッペンがついてます。はい、それもねちょっとこうまだ蜂の巣がこう出始めて、ちょっとここね折ってた跡があるんですが、はい、これ色マッコンです。マッコンだし、はい、またこう色落ちが非常に綺麗ですね。もう出始めてます。40自分がジャストサイズです。はい、これ着丈もまだ長いですね。色落ちめちゃめちゃいいです。70505、こちらもびっくりですね。はい、ワッペンついてるのもあるのでこちらも29,800円に勝利です。29%ですね。はい、続いてリーバイススウェードジャケット、はい、もちろんびっくりです。サイズがね38ぐらいですね。ちょっと自分が小さいです。スウェード、なかなかね程度がいいのが最近見つからないですね。ちょっとこうシワは寄ってるんですが、状態はスウェードの状態は非常にいいと思います。はい、こちらビッグイの定番ですね。このスウェードジャケットもこちらで39,800円に勝利です。39%ですね。続いて、はい、こちらカバーオールタイプ US アーミーですね。はい、ヘリンボーンのこちら黒の月桂樹ボタン、襟はダブルステッチですね。こちら古い方です。40三つポケ、はい、US ねマリンコープのもありますが、この月桂樹の方がね数少ないんじゃないでしょうか。こちらサイズね38ぐらいです。僕が着てほんとジャストサイズ、このサイズねなかなか出ないと思います。はい、状態も非常にいいと思いますね。はい、ここに胸元ステンシル入ってます。僕はこの、ね、やっぱダブルステッチの襟が好きですね。はい、 US アーミーのカバーオールです。サイズ38ぐらい、こちらで39,800円に勝利です。 39% ですね。はい、続いて最後、少しねヘビーアウターですがチマヨジャケットです。はい、ちょっとねタグがねおそらくここ
候があったのかと思います。でかいタグがつくと思いますが、こちら取れてしまってます。おそらく40ぐらいの紙面ですね、はい、サイズ感僕がちょうどジャストサイズです。グレーで前はねこのくるみのボタンですが、はい、後ろがまあドンとかっこいいですね。この後ろのバッグがあのロングじゃなくてまあこうカバーオールぐらいの丈なので非常に着やすいと思います。はい、サイズもちょうどね40、38か40ぐらいだと思います。はい、こちらチマヨジャケット59,800円に消費税で59%ですね。はい、今回のご紹介は以上になります。ベルベージンの方で、買取と委託販売を行っております。お店の方にお問い合わせいただければ、私の方が対応いたしますので、よろしくお願いします。